教えるとは希望を語ること、学ぶとは誠実を胸に刻むこと。23回目ということで、今回は日本の近代化のために一体明治政府は具体的に何をしたかということについて解説していきたいと思います。この頃の日本のキーワードは何といっても富国強兵です。明治政府の全ての政策はこのためにあったと言っても過言ではないでしょう。富国強兵とは読んで字の通りで、金を稼いで国を富ませ軍事力を強くする、とそういうことですね。当時は植民地の全盛時代であり、弱ければ侵略され植民地にされてしまうっていうのが当たり前の時代でしたから、軍事力を強くしようというのはまあ当たり前の話ですよね。で、軍事力を整えるためには金を稼がないと話が進みませんから、当然先に国を富ませる、そういうことになるわけです。明治新政府はこの富国強兵のためにさまざまな政策を行っていくんですけども、まあ、全てはちょっと紹介しきれないので、ここでは3つ紹介していきたいと思います。一つは殖産工業、もう一つは徴兵令、最後の一つは教育制度の改革です。一つ目の殖産工業っていうのは、外国から技術者を高い給料で雇うことで日本人に技術を学ばせたり、日本政府が率先して最新の工場を建てたり、こういったことによって日本の近代化を効率よく進めて、形ができて利益が出るようになったら政府が民間に安く払い下げますよと、こういうことをやったわけです。これによって初めはものすごい額の金がかかったんですけども、短期間で日本を近代化し金持ちを増やすことに成功したんですね。日本人ってのは今も昔も製品を改良するっていうことに関しては本当に世界トップクラスのレベルを持ってますから、非常に効率のいいやり方だったと言えるでしょう。二つ目は徴兵令を出して兵力の安定確保と国民の国防意識の向上を図りました。一定の年数の兵役を義務付けることで国防を身近なものとして感じてもらい、危機管理意識を高めたっていうことですね。平和ボケしてる国民ばっかりではいざことが起こってしまった時に何もできませんからね。3つ目は学生の発布によってそれまで制度化されていなかった小学校の義務教育、これを制度化しました。さて、以上のように大きく3つ紹介したんですけども、殖産工業と徴兵令はまあダイレクトに富国強兵に結びついてるんで分かりやすいかなと思うんですけども、最後の小学校の義務化、これについてはあれ関係なくねって思った方多いんじゃなかろうかと思います。しかし実はこの教育ってのが最も重要なんです。まず大前提として日本という国は日本人が集まってできたものです。つまり日本人が豊かにならなければ日本という国が豊かになることってないわけですよ。私たち日本人一人一人が日本という国家の質なんです。まあ何が言いたいかっていうと、もしもですよ、日本人が読み書きもできない、簡単な計算もできません、自分のことしか考えないバカばっかりです、こんな状況だったとしたら、せっかく外国から最新の技術なんかを導入したって使いこなせないですよね。ましてや改良してより良いものを作る、こんなの絶対無理ですよ。わかりやすく言うと、ちゃんと作ったはずなのにネジが100本も余ってしまったにだ、まあいっか、結果爆発みたいなね、どっかのパクリ国家みたいな惨状になってしまうわけですよ。このことはあの有名な福沢諭吉もその著書学問のすすめの中で述べています。明治政府はこのことをしっかり理解していたからこそ、パッと見富国強兵にはあまり関係なさそうに見える教育制度の方にも力を入れていたということなんですね。今みたいに詰め込みすぎは良くないからゆとりを持たせましょう、結果学力が下がったんでじゃあやっぱり学習量増やしましょうとかね、そんな風に目先の状況でオロオロしてコロコロ方針変えてたんじゃ現場の学校の先生困りますよね。まあ一番困るのはその教育を受けている私たち国民なんですけどね。教育は国家100年の計ですから、明治政府に倣って50年後100年後の日本をどうしたいのか、こういう明確なビジョンを持ってやはり教育は当たるべきなんではないかなと思います。よくこれだからゆとりはとか僕らの世代は言われるんですけども、僕らだって好きでゆとり世代になったわけじゃないんですよ。続きはちょっとブログの方で書いていきますので、動画説明欄のリンクからお願いします。次回は教育に関連してということで、この明治時代の教育直後について扱っていきたいなと思います。YouTube でご覧の方は動画下のチャンネル登録ボタンから、ニコニコ動画でご覧の方は動画右上のお気に入り登録ボタンから登録をよろしくお願いします。